見て、そうびっくりした。 LINE したなっちゃんに。あーてるさんありがとう。え、待って待って待って、短冊家さんめっちゃ立ってるここなんかここだけお祭り開催されてるみたいな色になってる。ありがとうございますありがとうございました。七夕祭りだね。私の願いがもう全部叶いそうなぐらいの短冊を立ってる。嬉しい。今頭の中で考えてる短冊。楽しそうでよかった。お疲れ様。ありがとう。先っちょが変になった。あかんわこのペンは。ありがとうございます。初見の方もよかったらチャレンジで無料の短冊受け取って投げてくれると嬉しい。ミクネコさんありがとう。
ありがとう。みんな七夕といえば何ですか、イメージは。七夕といえば、かわいくない。うん、七夕伝説が出たところってこと？生まれ育った場所が。なんか本当その説があるってこと？なんか伝説が立ったところってよりなんか運気っていうか高まりそうじゃない？当たりそう。ありがとうございます。たくさん雨のイメージめっちゃある。でも雨だったら会えないんだよね。天気が良くないと見えないんだよね。なんかあるよね、起きてみたいな。初見ありがとうございます。心の困りごと相談室さん、なんかいいね名前が。ななみさん、織姫と彦星、ベガルタ仙台、チームの名前みたい。チームの名前か。ハイテルさん、ありがとう。
ありがとう、こちらこそ。またお話し会で話そう。いろいろと。あとなんか昨日おしめななみさんさ、スクショできなかったって書いてた。はい、今日こそ失敗せずに撮れるかな。はい、撮れた。毎回思うけど、マシな味嬉しい。もうこういうのもパッて書かなきゃいけないからさ、割と下手なんだけど、そう思った本当は。いけたと思う？確認してみて、もしできてなかったらもう一回見せて。1年に1日だけな、いやほんまそれな、もうたまったまんじゃないよね。1年に1回しか会えないのに、天気が雨とかさ曇ってたりとかさしたらさ会えないわけでしょ。しかもさ季節的にさ7月ってさ雨多いしさ、台風だって多いじゃん。もう会えた時とかだってもう帰りたくなくない？普通に考えて、てか帰らなければよくないね。もうどっちかの家に行けばよくない？もう織姫の星に行くのか、彦星の星に行くのか、自分の星に帰らなければいいじゃん別に。もう織姫のところに家を作ればいいよ。それな、別に同性がさ無理なんやったらさ、親とかに許されへんのやったら隣に住めばいい。謎よな。なんで働けば、え、なんか昔なんか知っとったけど忘れた。僕らがマヒちゃんの近所に住めない。いやー、なるほどね。あー、そっか。だって織姫と彦星だったらもう元から近くに実は住んでましたっていうのはありえないもんね。なるほどね。じゃあ織姫にとっては、間違えた、彦星か、彦星にとっては織姫が結構ちょっと手の届かない存在に近いってことなんだ。でもさ考えてよ、みんながさ、もしさ1年に1回だけマシちゃんに会えるイベントがあるってするじゃん。それに行けんかったらさ、モチベーション下がんない？それでもずっと好き？
多分1年会わなくて好きって思えるのはでも本当に好きよ。うん、1年に1回の、うわー、え、どう、みんなさ、どっち取る？究極の選択。1年に7回、7回はちょっと多いな。1年に、あー、いいよ、1年に7回お話し会、オンラインお話し会ができる。と1年に1回、1日会える。1年に7回オンラインお話し会の時は7時間ってことか。じゃあ1回1時間、1回1時間をかける7回で7時間、1日会えるか7回に分担させるか。別の人のことも好きになってるかも。なんてこった。なるほどね。なんか好きな人をもう一人作るってことか。その一日は他の人いない、ないないな、もうあなただけのもの。だって織姫テイク星じゃん。織姫織姫他の人ともその一日のうちに会っとったらもう最低やん。やばい。それこそうわ、これ巻かれるねでも1時間喋れるのもでかいよね。7、だって7回でしょ。どれぐらいの頻度で会えるってことなんだ。つまりは 2,3 ヶ月に1回とか。ひしくんありがとう帰り絶対寂しいな。え、でも私、うーん、どうだろうな織姫と彦星って初めから別れてるわけやろ。その一緒の地におって離れたわけじゃないよな。私のなんだ考えな的に言うと、なんだろう、初めずっと一緒におってそっから遠距離になるとかやったら多分無理やけど、初めから遠距離なんだったらそれがもう普通になっとるわけやん。だからいけそうな気もするんやな。うわー、これめっちゃ究極の選択じゃない。電話、私1年に1回でしょ。無理だと思う。7回かも その後もう向こうの気持ちがどうなってるか分かんないのをその1日にかけられないかも。うん、7日の方を選んでズルする、私多分。そうよ、またねよそらそらしすぎて前日くらいか体調崩しそうで、結局2年会えんってことやろ。1年会えんくなる。コロナとかになってみたらやばいやん、もう絶対会えんやん織姫と彦星やばい、面白い
バナナくんありがとう。でもこれ7回の方行って確かにな、7回の方を選んで1年に1回を2年目は選ぶとか、いやーきつでもその織姫彦星理論で言うと、その1日会えるよってなっとるけど、その日に雨降ったりとか曇ったり台風来たら会えんってことやからな。でもそしたら次の年14回あるかもしれへんよ。14回あるじゃない、14回ビデオツアーできるかもしれない。めっちゃいいよ それかもう2年我慢して、2年間我慢して1年我慢して両方使わんのよ。両方使わんと気を貯めといて2年目で爆発させるか、1日会う件と7回電話できるのを使うか。でもその年に結婚するような初見遠距離恋愛経験者今あの織姫と彦星の遠距離みたいな話してました。次回持ち越しあり、ありありあり、もうこれはもう言ったもん勝ちやから。そんなスマホのギガ振り返りたいよ確かに今月ちょっとでも我慢したら来月に持ち越せるみたいな。な面白いなこれ。ありがとうございます。ありがとう。クリオティーヌさんもありがとうございます。わーい、高節、高節18さんもありがとうございます。めっちゃどう、めっちゃ良くない、今日の配信短冊集まってない。しかも多分この話題だったらなんか他の家庭も多分いける。この期間ちょっといいな、それ話するわ。でもよっぽどの信頼がないと無理よ、そうなったらみんな、うん、だって推しが今じゃあ何人かおる人が彦星になって私が織姫になったとしたら、うん、それを信頼関係築くのむずいな。そうよ、だって今年の1回会える件は別にマシちゃんじゃなくてもいいかってなるかもしれない。他の女の子だったかもしれない。うわー大変や、面白いな。そうよ、銀河間ほど遠くないけど東京大阪間で4年半ぐらい遠距離やった、年3ぐらい。うわ今究極の選択してて1年に1日会えるか、もう自由にね会えるか、1年に7回だけオンラインお話からできるっていう、どっちがいいっていう、うん、話をしてました。でももしさ現実やったらさ年3回それを4年半続けるっていうのもすごいよな。年3回よ、だって季節だって4つあるのにさ、そのうちの1つは1人で過ごすってことよ。
響くないか。そのお相手とはどうなったのか気になる。どうなった？4年半か。遠距離どうなんだ。そうよそうよ、だからすごいんよファンの方って。だってなんか私はもともと徳島出身だから徳島にずっといたわけじゃん。だからそんななんかね、県外にこう出るとかも考えてなかったし。でも今私はまあ広島に来て、まあ、いろんな県にお仕事行ったりとかするから結構なんかもうすぐにこうふっかるになっちゃってるっていうか、わかる？なんかあんまりなんか東京とかがすごい遠く感じることもあんまりなくなってきちゃって、しかもファンの方はさなんかもうすっごいやっぱりなんだろう、ふっかるっていうかすごい推しに会いに行くために本当になんかありえない行動力を持ってる方がたくさんいるじゃないですか。なんかそれになんか慣れちゃいけないけど、なんかもうそれが慣れちゃうなんか感覚もどこかにあるの。うん。あと推しメンと同じなんか行動してる人たまにいるし、今日は徳島県で広島県行って次は東京でみたいな、普通そんな考えられないじゃん。うん、だからもうすごいあの喜ばれると思う、もし遠距離の彼氏彼女側だったら。すごいふっかるはいいことだと思いますよ。でもそれに慣れちゃダメですねやっぱりとも思う。みんなもう自信を持ってください。そのそんなのありえないから。そうそうそう、いやすごいよ。だって7月は3回会えるねとかさ、なんかそうそう今月よく会ったねみたいな、それがだって彼氏彼女だと仮定したらもうすっごいからね。え東京よねみたいな、広島よねみたいな、すごくない？でもさ、もしイベントがさこうやってあるからさ、あじゃあこのイベントに合わせてこうやって行こうみたいな感じでさファンの方は考えてくれるわけやん。でもしさそれがさ彼女だったらさ、で彼女が毎日会いたいって言ったとするのに、私が毎日会いたいって会いに来たいって言ったらさどうするみんな。もう仕事行く暇ないよ。どうすんのみんな。待ってスマーとか言ってる人ある、もうやばいよ本当に。もう拠点変えちゃうの。でも逆にもうそこまでさ行動力見せられたらもう男らしさだよねそれは。ああほら仕事しないといけないから勘弁してって思う人もいるのね。でも多分それが普通だよ。でもダメ、あの私思う、何でもかんでも彼女の言う通りにしてダメ、それはダメ。どんどん彼女もわがままになるし、そこは何でも言うこと聞くのが正義でもないから、
だから多分その場合はさすがに仕事しないといけないから勘弁してっていう方が多分女側としても多分まあそうだよなってなると思う。そっちが多分長く続くと思う。もう結婚したら別よ、それは彼氏彼女の段階だったら、そこはね、やっぱもう彼女に軸を合わせるんじゃなくて、絶対自分の中のこだわりは絶対貫いた方がいいと思う。待って、紐になろうとしてる人いる、もしかして。うふさん、ありがとうございます。お幸せるうちに。そうだね、それはそうだと思う。それはそうだと思うんだけど、まあ難しいよね。そうそうそう、背伸びはねダメよ。お互い自然体におることが一番大事。何事もバランスだったりします。格言、今日のあれ、今日の名言、格言。やっぱね、人生はもうねタイミングよ。仕事を理由に会えなかった時に握手会行ったら、あ、彼女にってこと？彼女には、いや、仕事が今忙しいから会えないんだよね。でもその最中に握手会には行ってたってこと？それともアイドルに言われたってこと？仕事を理由に、いや、ちょっと最近会えてなかったんだよねって言ったってことかな。お見合いは、でもお見合いとかあんまり考えたことない。どうなんだお見合い。めっちゃ初見さんのコメント多くて嬉しいね。やっぱあれなのかな、コメントしやすいテーマだった。でもこれ一応七夕の話だからね。ナミさん、ありがとうございます。いちくん、ありがとう。あ、もうはんだ。すごいすごい、喋りすぎちゃう。じゃあ明日のトークテーマ、なんか良さげなやつがあったらなんか言ってください。これについて話してほしいみたいなのがある。今日はちなみに、あの織姫彦星をテーマに、1年に7回オンラインお話し会をするかできるか、1年に1回だけ1日会える日があるか、どっちがいいかっていう究極の選択でした。
あーすごい、6万3000ポイントありがとうございました。短冊20万ポイントまではあと13万ぐらいかな、13万ちょいぐらいかな。残り今日4、5、あと4、5ぐらいなんですけどね、りーちゃん。ああ、タワーありがとうございます。みーちゃんタワーだったよ、見てる、ありがとう西さん。ありがとうございます。短冊もうここに溢れてんだけど、珍しく逃げた。ありがとう高橋さんも、ありがとう。メマちゃんこんばんは。初見の方もよかったら3本線、左ここのルーム出て左上の3本線のところからチャレンジ押して無料の短冊受け取ってもらえたらなと思います。今イベント中で、うん、うん、ありがとうございます本当に、何ありがとう。高橋さんもありがとうございます。兄ちゃんありがとうございます。すごいたくさんの方が、投げてくださってる。またがいい日になればいい。
このペンめっちゃ書きやすい。ボア、ボア、ボア、ボアさん、ありがとう。かわいい、なんか欲しい願いよ。え、なんかさ、この9ミリみたいなやつあるやん。それってさ、その9ミリなんちゃらこんちゃらみたいなやつ、めっちゃ長いやつ、アーティスト名が長い人、ちょっと前にすごい流行った方。あ、ボアさんもありがとうございます。ボア、ありがとう。短冊バラベラムバレット、あ、かもしれん。なんかの主題歌の時に、あ、なんか、あ、こんなアーティストさんがおるんやって思った記憶がある。聞いてみよう。この歌かな、欲しい願いよって歌なんかな。後で聞いてみる。七夕におすすめの曲あったらみんな教えて。初見ありがとうございます。美人さんですねって、嬉しい、ありがとう。普通に照れるんだろうな。トム、西さん、ありがとう。安全、あ、ツイッターの自己紹介文のやつはあれよ。なんかな、な、あのツイートしたんよな、7月になってからツイートして、あのフォロワー2万人目指してますみたいなやつあるやん、
そう目指してますって言った時のフォロワー数からの変化を見るために忘れそうやったからあそこにメモした。何フォロワーかなと思って。そうでもツイートしてから多分30〜50人ぐらいフォロワーさん増えたんかな。そうだから今ねこれ書類を見てくださってる皆さんでももし、うん、そうツイッターまだフォローしてないなって方がいたらよかったらフォローしてください。マヒナアットマークマヒナこの防線 T 徳島の頭文字 TKSM で出てきます。マヒナの M だけが大文字、マヒナ防線徳島大文字でぜひ検索してみてください。 ST48 です。ちょっとフォロー言ってくれてありがとう。ショールームもね結構毎日してるので、はい通知とか取っててもらえたら配信も見に来てくれて嬉しいです。はい、では今日はこの辺で配信を終わりたいと思います。結構喋っちゃったね。盛り上がった話がありがとう。またこんな感じでなんかちょっとテーマ決めて話できたらなと思います。なんか面白そうなテーマあったらぜひ教えてください。それではランキング見ます。13位はナミさん、12位はバンダナくん、11位はタカプシ18さん、タカプシか。10位はニャルタン、9位はアキリン、8位はグリオティーヌさん、7位は青キジ、6位はドクトマルさん、5位はカープスキシ君、4位はツノさん、3位はおしめななみーさん、2位はテルさん、そして本日の第1位は運転士の西さんです。ありがとうございます。タワーもね2個も立ちました。短冊初見の方もねたくさんコメントありがとうございます。よかったら全然あったかいホットなルームなので、あ、アットホームなルームなのでよかったらコメントしてください。それじゃあ今日も一日皆さんお疲れ様ひな、また明日配信でお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。